ねえねえトレーナーさん、私のパパをね呼んできてほしいの。発電所で働いてるけど宇宙人みたいな人に、まあ、銀河団なんだろうな意地悪されて入れてもらえない。終わったよ。お、今白帯の森は我々銀河団が調査をしている。これ以上誰も通しません。調査といってもそのタウンの奥の花畑ね。ポケモン捕まえてるとか発電所のエネルギーで何かをするとかあなたには関係ないんです。結構教えてくれたな。やっぱ優しいな。あの木を見つめてる少年がすげえ気になるんだけど。とりあえずこっちですね、谷間の発電所。ここもねありましたね。確か不安定さんってポケモンがね毎週金曜日だったかな、金曜日に出現するみたいな、なんかねそういう仕様だった気がするんですよ。ということで傷薬です。でなんだっけ、蜜塗れるんだっけこういう木に。ちょっとポケモン調べようか。おお、パチリさん、どうかな。まあ、つくならそうだよね。オッケーオッケー、じわじわとやっていこう。まあ、イエローゾーンになったら投げていいかな。サムイちゃんをつぶらな瞳。よし投げよう。34個もあるんですよ。どんどん投げていこうぜ。よーし、ありがとうございます。パチリ犬で行くか。ボックスで。もうちょい見てみたいな。おお、V03 じゃないですか。V03 強いんだよね、結構。水タイプのポケモンなんで、まあ俺の場合はポチャッコがいるので、まああれではあるんだけど、普通に冒険として連れて行っても、なんならあの進化後のポケモンがかなり対人戦でも強かったりするので、とてもねいいポケモンかなと思います。よーし、捕まえましたね。ゼルシーでいこうかな。ボックスで。よし、そろそろ行きましょうか。谷間の発電所、風を愛する発電所。こんにちは。発電所に入るなよ。銀河団の仲間以外は誰も入れるなって命令されてんだからさ。そう、なんだかお願いしますよ。なんだその顔は、入りやそうだな。だったら俺と勝負してみろ。 OK。さあ頑張っていきましょう。ニャルマさんか。ニャンコ来ましたね。さあ水鉄砲。水鉄砲。よーし、ありがとうございます。
なんてことだ、子供に俺は負けてしまった。だがな、中に入って発電所キーを使えばもう入ってこれないだろう。なぜなら残りのキーは花畑に行った仲間が持ってるだけだからな。そういう意味では俺の勝ちだぜ。あー、そういうことか。まあでもガチャリガチャリよし、これで花畑ゾーンに行くのかな。改めて待っててな、頑張ってくるわ。お、いけるようになってる。さあ、ソノーの花畑、こんにちは。誰だ。さあ、黙って甘い蜜を全部よこせ。そうだ、銀河団はたくさんのポケモンをおびき寄せるためにそれを必要としている。おい、なんかいるぜ、どうする。うむ、誰かを呼ばれると面倒だ。まあいい、コテンパンにすりゃいいだけの話だろう。よし、頑張っていきましょう。ケムッソさんね、ここはすぐでいけるんじゃねえかと思うんで続いてしまいましょう。はい、カラサリスさん進化系、まあ続投でいいかな。さあ、お願いします。よーし、ナイス急所。情けない、そんなことじゃボーナスが減るぜ。次は俺が相手だぜ、連戦か。よーし、頑張りましょう。ズバットさんか、まあいけるでしょう。さあ、水鉄砲、ほい。まあ、黒い眼差しは全然問題ないです。メタルクロウ、ほい。よーし、ありがとうございます。全然いけますね。ありがとうございます。この子供強いぞ、すごい強い、なんていうか強いぞ語彙力。仕方ない、ひとまず発電所に戻るか。あれ、これなんだ、あいつらの忘れ物かな。発電所キーだって。うん、発電所の鍵だね。とりあえず君に渡しておくね。ありがとうございます。おじさんからもらったってことにしとくよ、発電所キーは。何かあったらおじさんからもらいましたって言うわ。君助かったよ。あいつら甘い蜜をよこせって無理やりに奪おうとしてね。おかしな格好でおかしなことを言ってよくわからない連中だった。そうだ、お礼をしないと、これ受け取ってくれ。お、甘い蜜ありがとうございます。その甘い蜜を甘い香りがする木に塗ればポケモンが寄ってくるかもね。おー、買えるんだ。じゃあ10個買わせていただきます。こういうね、ちょっと色の違う木っていうんですか、こういうところに塗れるんだよね。で、塗ってしばらく経って様子見に行ったりするとなんかポケモンが出てきたりするよみたいな、確かそんな感じだった気がする。で、激レア枠でゴンベさんがいたかな。よし、ということで発電所に改めて行きましょうか。まあ、回復は大丈夫か、行っちゃいますか。
さあ使います。邪魔しまーす。何？お前鍵を持ってるのか。鍵を閉めた意味がないぜ。つまり俺の負けじゃないか。落ち込んでる暇はない。幹部に連絡だぜ。ジャンキあるね。おお、あの位置にいらっしゃるのか。え、多分戦闘バトルになるのかな。まあ、ポチャッコで行くか。よし。お、マユルドさん、ケムストさんの進化だね。カラーサリスさん、マユルドさんにランダムでなるんだっけ。うっそ道を、はい、よーし、ありがとうございます。まあバトル数的にはそんなにないかな。多分幹部さんとも戦うのかな、この感じだと。電気エネルギーで何かをするらしいぜ。戦っていきますか。バトル大事。とりあえずはね、なんていうか虫タイプのポケモンが多い印象だね。えい。ニャルマーさん、ニャルマーさん。まあ続投でいいか。おお、猫だましか。びっくり。お、一発だ。ありがとうございます。そうだよね、この方との会話でもさ、なんか何かをするらしいぜってことは知らないのかなみたいな、そんな印象だったけど。俺のポケはもう戦えないよ。それよりも失敗したからポケモン取り上げられる。お、私銀河団にいる3人の幹部の1人。今よりも素敵な世界を作り出すため、いろいろと頑張ってるのになかなか理解されないのよね。あなたも分かってくれないでしょ。ちょっと悲しいけどね。だからポケモン勝負でどうするか決めましょう。私が勝ったらあなたが出ていく。その代わりあなたが勝ったら私たち銀河団が消えるわ。お、バトルだ。さあマーズさんですね、頑張っていきましょう。まずまずバットさん、まあいけるか。お、トンボ返りだ。攻撃をしつつポケモンの入れ替えができるっていう感じの技ですね。お、ブニャットさん、ニャルマーさんの進化だよね。レベル16か、結構高いな。猫魂。おお、やばいかもしれん、やばいかもしれん。耐えるかな。泥棒。おお、危ねえ。
なんだなんだ、なんかなんか食ってる。木の実か、俺の実。どうすっかな、入れ替えるか。ここはウミさんかな。さあ威嚇。これだけでもね結構変わりますからね。で翼で撃つ。素早いねブニャットさん。はい、で電光石火、隙は与えない。よーし、めっちゃ経験値もらった、すげえ嬉しい。ケーキ進化じゃない。でズマットさんはコウタロウでいきましょう。さあ電気ショック、よーし倒しました、ありがとうございます。で進化かなですね。ということでユンゲラーさんですね、ありがとうございます。お、待望の待望の攻撃技を覚えましたね、ありがとうございます。あらら負けちゃった。まあいっか、あなたとのポケモン勝負割と面白かったし、おざす。じゃあ私たちはひとまずバイバイしちゃうから。銀河団、とにかくポケモンやエネルギー集めて宇宙を作り出すとか言ってまるっきり意味不明でした。それはともかく君には感謝の気持ちでいっぱいだ。やっと娘に会える。よかったよかった。シャバしなさい。変な人たちがいなくなったから風船のポケモンさんまた来てくれるよね。これで来てくれるようになるのかな。そのさっきちょっと前に説明したフアンテさんかな。やっぱそうだよね、曜日指定。当時はね金曜日になんか看板あたりかなにいたような気がする。なんかね この辺にいたような気がするんだよね。ちょっと場所違ったかもしんないけどこの辺になんかいたような気がするんだよね。であとはあれだね、ケイケイがね次の進化ねあれなんですよね、通信交換なんだよね通信交換なんだよね。どうしようかな。とりあえず回復しますか。でようやく白帯シティ側に進められるはずなんで進んでいきましょう。いけるね、ずっと気になっていた少年。甘い香りがする木に甘い蜜を塗るとね、匂いに吸われたポケモンがやってくることもあるんだよね、とのことです。まあポチャッコ基本で、おおびっくりした今こっち向くと思わなかった
基本的にボジャッコで行こうかなと思います。まあ、レベル割と均等に経験値入ってくれるんで、ほぼほぼね。なんでそこまでバランスがみたいなことにはならないかなとは思うので、でポニータさんだね。そうポニータさんで思い出したんですが、なんかいろいろね、いろんな話しちゃうんだけど、このダイヤモンドパールの世代って炎タイプのポケモンがねかなり限られちゃうんですよね。基本的には本当に最初のポケモンでヒコザルを選ばなかったら、多分ねポニータさん入れるか、もう炎タイプなしでいくかみたいな、結構そのぐらいいなかった気がする。ちょっとうろ覚えではあるんだけど、その辺どうしよう、やけどになっちゃったな。チー好みはどうだっけ、手に入ってなかったっけ。まあポケモンセンター近いんで開封させますか。なんで俺もどうしようかなっていうのが1個あるんですよね。炎タイプのポケモンをもう入れずに変遷していくか、まあポニータさん捕まえて育てるか、多分ねよっぽどどっちかになるかなって思うんだけど、まああとはまあ例外としてヒコザルさんを誰かから譲り受けるかみたいな感じにはなると思うんだけど、まあせっかくなんでね、冒険にあたってはちょっと手に入れて進むポケモンとかでやりたいなって気持ちもあるんで、とりあえずは進んでいこうかなって思うんだけど、まあ、入れるならポニータさんなのかなっていう方が強いですかね今のところ。入れるのであればね、パチェリスさんね、とりあえず進んじゃっていいかな。よし行きましょう。プラスパワー、こんにちは。そう、水鉄砲。バブル光線どうしよう、水鉄砲と変えちゃうか。よーし、ありがとうございます。ワンリキーさんはせっかくなんでケイケさん行きましょうよ。ただあれだ、言うこと聞くかな、大丈夫かな。レベル16ってどうだっけ。大丈夫大丈夫、信じてる。おお、よかったよかった。レベル20まで大丈夫でしたっけ、バジッコって。まあ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 、言うこと聞いてくれたんで OK です。まあそれか、まあ俺の日頃の行いがいいか、まあどちらかですね。もうすでにケイケイとの間に絆が生まれてるわ。ありがとう、橋。ビッパ、まさかのビッパ。ありがとうございます。
ついにビバーも進化か。さあということでビーダルさんですね、でかなりましたね。でね、ノーマル水なんだよねなんとタイあたりと変えますか。ちょっとあれだな、ノーマルかぶりもしてるし水かぶりもしちゃってるな、まあ、とりあえずは現状は連れていこうか。お、気づかれてしまいました。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。